父に事故の慰謝料を取られました。車にひかれ手術に入院で社会復帰までに数年親が加入していた自動車保険の弁護士特約で対応。弁護士のやり取りを父に任せていました。父を信頼していたが数年経過したので問い詰めると慰謝料を取っていたことが発覚。多分父自身の借金にしよう。事故から7年経過して手元に何も残らず父に裏切られたことにうつ気味です。今週父に会い受け取った金額やお金を何に使ったか聞き取って、父と会う際に気をつけることやさらに聞くことするべきことの助言をお願いします。赤の他人であれば録音した方がいいですよ、それを証拠に裁判して取り返すことが可能ですよっていうアドバイスをするんですけど、家族の場合のお金のそういう取られた取られ、なんか取られただったり返せだったりっていうのは、裁判で争っても結構勝てないことが多いんですよね。その家族で生計が一つなんだからとか、まあもともとじゃあその生活費を親が出したよねとかいくらでも反論できるのと、あと実態その世帯としてのお金の総合の金額が一緒で弁護士で裁判所で戦ったとしても、その弁護士代とか裁判所の費用を損するだけだよねってこともあったりするので、なのでもうそういう人だよねっていうので関わらないで自分一人で生きていくっていう方向にした方が人生得だと思うんですよね。要はその家族の金を取って逃げ切ってもいいと思ってる人っていうのと関わったとしても、もうそれを説得して直すことはできないと思うんですよ。で何に使ったかって聞いて、なんか適当な嘘を言われて、でなんか調べたらやっぱり嘘じゃんとかなってもムカつくだけだと思うんですよね。なのでもう治らないし、いくら関わってもムカつくだけだと思うので、もうこういう人なんだっていうので距離を取って普通に暮らすようにした方がいいんじゃないかなと僕は思いますけど、要はその治せる人であれば頑張って治した方がいいんですけど、多分治せないと思うんですよね。まあ治す全然お父さん僕知らないので、ひょっとしたら治せるかもしれないので説得したいっていうのかもしれないですけど、要は気をつけることやさらに聞くことするべきことっていう時点で、そのお父さんのその虚言癖だったりとか金遣い荒いとか借金者とかっていうのを治せると、ご自身も淳さんも持ってないと思うんですよ。なので関わったとしてもあんまりいいことはないんじゃないかなと思います。